はい、皆さんこんにちは。お参加いただきましてありがとうございます。今日4回目ですよね。本当は第1回目で参加したかったんですけども、その時ちょうど入院しちゃいましてですね、私なんか40度近い熱が出て、結果として扁桃炎という病気だったんですが、まあ、原因は仕事のしすぎだということだったので、それ以来秘書課がすごく優しくなりまして、スケジュールがちょっとゆとりがあってですね、まあ、何事にもいい側面もあるものだなと思ったんですが、今日会場入ってきて、そういう意味ですごいびっくりしました。なんかちょっとこの空気がですね、フレッシュというか、世代が若い人が多い。それは年配の人ももちろんね、いらっしゃるし、まあ、常連の、ね、方もお見受けしますし、それはそれですごく大事なこと、それはそれめちゃくちゃ大事なことなんですね、国語会長ね。常連は大事なんですけれども、常連にどう新しい人が加わってくるかというのが、町が他のその伸びしろをですね、これから増やしていけるかということのまさに鍵だと思っているので、そういう意味でおそらくこういう町づくり関係のイベントにとか、あまり今まで出たことない方も今日たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っていますので、逆に今まで行政であったり地域に足りてなかった視点をですね、皆さんがいろいろブラッシュアップしてくれるんじゃないかと楽しみにしています。つくば市も人口増えてます。去年はつくばに引っ越してくる人と、つくばからよそに引っ越していく人の、まあ、足し算引き算の数字があるんですけれども、これ社会増という数字なんですが、それでつくば市は、一般市、政令市を除くと全国で第1位になったんですね。要するに選ばれる町の数字としてですね、非常に高い評価を得ているということがあります。ただ我々は決してそれを手放しで喜んでいるわけではなくて、やっぱり残念ながらというかですね、 TX 沿線、東京に通いやすい場所などに、その移住はやっぱり集中をしているというのは現実です。ただ私はもうずっとこの R8 の会議などでも言ってるんですが、中心部や駅前に人物金を吸い寄せる、そういう街ではなくて、むしろ、中心部から周辺地区にですね、人物金を遠心力を働かせるような都市にしていかないと全く持続可能じゃないんじゃないかということを思っていて、この周辺市街地の今吉岡さんたちに中心に頑張ってくれている取り組みもですね、そんな思いでやっているものなんですね。ですので、今回皆さんがいろいろ提案をいただくことが、またその遠心力を働かせていく各地のいろんな取り組みのきっかけになるということを楽しみにしていますし、私も今日、皆さんの発表全部見させてもらいますので、まあ、審査にはね、審査に加わるとちょっと裏でこうこれ入れてとかあれとかたくさんなるので審査には一切タッチしませんけれども、もう純粋にそこは審査員の皆さんに公平にやっていただいて、でそれぞれのですねプロジェクト、まあ優秀賞が2つあって他が、もうちゃんと、まあ、ある意味やっていくということですので、どれも今日ここに残っている皆さんの、プロジェクトは実践をされていくと思いますが、そうやって皆さんと共にですね、街を作っていくと、もう行政だけでできること限られていますが、こういう地域の皆さんと新しくこういう輪に加わってくださった皆さんと共に作っていくという大きなきっかけになるなという意味で、楽しみにしています。今日はぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは皆さん拍手で始めてまいりましょう。1問目大曽根です。発表お願いします。大曽根チームの発表を始めます。チームメンバーは寺内、石塚、松山、太田、林の5名です。よろしくお願いします。まずはじめに協議会の方とお話しして出てきた話として、筑波駅周辺部の子どもたちに比べ、大曽根地区の子どもたちは虫取りや川の生き物を取ったり、野生的な遊びを楽しみのびのびと成長できる魅力的な環境がある。しかし、忙しく地域の活動に関われない方が多く、親の負担が大きい子ども会は現在絶滅寸前の状態であるということ、
また仲が悪いというわけではなく、住民同士の交流がなく、お互いのこと、また町のことを知らない状態であるということが分かりました。そこで某大曽根チームは、ずっと住みたい町大曽根、大曽根花畑筑穂マスター、地域の推しスポット スタンプラリーを開催したいと思います。これは親子で楽しく地域の人、こと、ものを知れる地域全体を対象としたスタンプラリーです。スタンプラリー自体はもちろん景品交換も含め、強制的に地域を知りましょうというものではなく、娯楽の要素を盛り込んでいきたいと思います。内容としては、各推しスポットにスタンプを置かせていただき、参加者が訪れた際に推しスポットの方にスタンプを押していただきます。そのスタンプも難易度によって獲得ポイント数が異なるようにします。例えば訪れたら1スタンプ、草むしりを手伝ってくれたら5スタンプ、ナダレンジャーの講演を聞いたら10スタンプといった感じで考えています。風景については大曽根地区に面白ポイントや絶景がいくつもあるため、屋台にスタンプを設置するより風景を携帯等で撮影しインスタグラムにアップしてもらってポイントを集めた方が、同じ場所でもいろいろな写真が集まって面白いのではないかと検討しています。子どもたちに楽しんでもらえる要素として、獲得スタンプ数によって異なる称号の認定証を授与します。そして地域の特産品であるジャムやブルーベリー狩り参加券、お花屋さんのフラワーアレンジメントなどを景品として活用します。また景品はくじ引きと抽選で当たるようにし、獲得スタンプ数が多いほどくじ引きを引くチャンスが多くなるようにします。獲得スタンプ数が少なくても景品が当たるチャンスがあるため、景品交換もワクワクしてもらうように考えます。この企画の狙いは何より地域住民同士の交流です。準備期間も考慮し、11月の1ヶ月間開催することで多くの方に参加してもらえると思います。また感染拡大中のコロナ対策としても密を避けることができるので、安心して参加してもらえるのではないかと考えています。地域住民の方とお話ししている中で、住み始めたばかりの頃は仕事先と家の往復のみ、たまに出かけたり買い物するにも大型商業施設が近いため、そちらに行って終わりという感じだったが、子供が生まれ地域の良さを知るようになったとおっしゃっていました。引っ越してきて間もない方であったり、存在は知っていても入ったことのないお店、場所がある、地域住民の方は多いのではないかと思うので、今回の企画で楽しく新しい場所、人を知ってもらえたらと思います。現在、推しスポットとして協力をお願いする予定の場所がこちらです。極力、大曽根地区、花畑地区、筑穂地区にまんべんなく推しスポットエリアがあるように最終調整したいと思います。推しスポットへは協議会の方から協力依頼をしていただけるようになっています。また研究所については協議会の方の助言により広報宛にメールで依頼を行う予定です。スタンプラリーの台紙配布方法については、大曽根小学校でメインターゲットの1から4年生に配布を依頼し、各推しスポットにも複数枚設置の協力をします。継続性については、現時点ではこの企画の一番弱いところになります。協議会で今後も継続していただけたらと我々は考えていますが、現状お約束とまでは言っていません。しかし今回の企画はコロナ禍でも開催がギリギリ可能な対面イベントであると考えます。また推しスポット側の負担も少なめです。ですので、スタンプの内容を商業目的のものも加えるなどして、店舗の参加も積極的に行い、形を変えて継続していただけたらと思います。そのためにも、アンケートは参加者、推しスポット側、両方から極力全集回収し、集計分析、2月に発表します。デイ2では、農業体験を通じて、新旧住民の交流を図ろうと考えていましたが、実際に大曽根地区の方にお話を聞き、見て、農業に限らず面白そうな人や場所が多いことを知りました。大曽根地区の一番の魅力を、まずは地域の方に知ってもらうために、この企画を実行します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは審査員の方から質問をお願いいたします。もう挙手でいきますか。はい、ある方からお願いいたします。
なければ、あ、挨拶します、江本さんからお願いします。発表ありがとうございました。いっぱいブラッシュアップしててすごいなと思います。あとアルパカいるんですね、大曽根って。あのスタンプラリーのそのスタンプの台紙とかをどうやって配ってどうやって回収するのかがちょっと分かんなくて、具体的にどうやって考えられてるのか知ってます。スタンプの台紙に関しては推しスポット、まあ、決定ではないんですけれども、推しスポットの場所が分かる地図とスタンプ台帳、あとスタンプゲットの要件、アンケートの QR コードを記載した紙を1枚で作り、それを、配布する予定でいます。そのスポットの人たちに協力してもらう、大曽根小学校の1年生から4年生にメインで来たのが、そういうことなんですね。で、協力もしていただいて、現地でたまたま知った方にも参加してもらえるように頑張っています。じゃあ、そっか、あくまで対象は大曽根小の生徒、メインはの親子で考えています。お父さんお母さんと一緒に回ってね、はい、みたいな感じなんですね。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ西田さんお願いします。はい、予算ですけれども、追加の領収書になったら、こういうふうに魅力が増しますっていうところをちょっと強調して説明いただきたいんですけど、から購入することにしているんですけども、そこの、景品の数を増やしたいなと思っています。数を増やすことで、景品で交換してもらった体験券ですとか、商品券っていうのを使うために、またその場所を訪れて、交流の数を増やせるんじゃないかなと思っているので、それで、プロに使いたいなと。はい、ありがとうございます。あと2分ほどございますが、ご質問、審査員の皆様から、じゃあ蓮見先生お願いいたします。どうも、魅力的な発表だったと思うんですけど、1ヶ月間って書いてありましたので、1ヶ月間って毎日っていう意味なんですか。基本的には毎日1ヶ月間で考えていますが、協力先の中には研究所等もありますので、協力先の状況によってこの日だけ開放しますというものも出てくると考えています。そうすると、すいません、スタンプのカードっていうか、それは事前にも大曽根小学校の学校区の皆さんに配っちゃう、はい、全員に配っちゃう、はい、あとはそれを持って好きな時に回ってくださいと。そうですね、スタンプゲットの要件であったり、スタンプがゲットできるのが、例えばいつしかないっていうものも、もう事前に決めたものを配るしか今は方法がないかなと考えています。授業中は少なくとも回れませんよね。そうですね。そうすると結局週末みたいな形になるか、週末後っていうか、はい、そういうことになるけど、その頃はまあ研究所とか閉まっちゃうのかななんて思うし、その辺が1ヶ月間って言っても日にち限定になるのかななんて私ちょっと思っちゃったんですけど、その辺の設計はどうなんですかね。いつも人が来るかどうか分かんないで待ってるのも大変かなと思ったんですけど、どうでしょうか。すいません、閉まっている可能性があるかもしれないって言っていただいたのはどの場所ですか。研究所とかね、夕方行ってももう対応できないよとかってことになったりするでしょう、はい、あとはあれかな、夜でも空いてるところもあるからっていうことなのかもしれない。風景に関しては24時間行けるといえば行けますが、あまり夜遅い時間に子供を連れていく時期でもないかなとは思っています。あとはチームの中でも何日間開催するかっていうのは話に上がったんですけれども、土日が4回あれば行きたいところには行けるかなっていうところと、あとは景品を交換するのに12月の中旬を予定しています。なので12月中に景品交換を1日ではなくて複数回行おうというふうに話が出ていますので、その後の2月までのそのアンケートの集計であったりタイムスケジュールを考えると1ヶ月間が妥当かなと考えた結果です。
はい、ありがとうございます。時間になりましたので、郷曽根チーム以上としたいと思います。発表ありがとうございました。はい、それでは、次のチームは吉沼ですね。ご準備をよろしくお願いいたします。はい、今の要領で、5分発表プラス5分質疑応答です。発表4分経ったら1回、5分経ったら2回鳴らします。はい、一応5分で無理やり切ったりはしませんが、まあ、以降質疑応答の時間がちょっと短くなって不利かなというふうに思います。はい、スライドつながったら吉沼チーム発表をスタートしていきたいと思います。大丈夫そうですかね。お、音楽つき。あ、違う。音楽じゃなかった。大丈夫ですかね。OK。大丈夫？はい。それでは、拍手で始めていきましょう。吉沼チームの発表です。よろしくお願いいたします。クリーンアップサイクル吉沼です。松本です。石田です。矢作です。よろしくお願いします。三浦がいます。よろしくお願いします。子どもも大人も楽しくつながる散歩で披露プロジェクト。神奈川から引っ越してきて14年、つくば市吉沼地域は、筑波山がとても美しくかっこよく見えるところ、塩畑も広々として素晴らしく、毎日心地よく暮らせるようになった。でも去年からウォーキングを始めると道端のゴミが気になってきた。一人で拾い始めると目に見えて道路がきれいになり、だんだん楽しくなってくる。そうだ、吉沼の人々への感謝と恩返しに地域へのゴミ拾い散歩を企画してみようということで、このプロジェクトを考えました。ゴミ拾い、子どもたちにとっては宝探しみたいでとても面白いとのこと。登下校中の道路のゴミがなくなるととても気持ちがいいし、環境美化教育にもつながる。子どもも大人も一緒に散歩しながらゴミを拾うと親子関係も良くなるし、体にもとっても良さそうだね。2月上旬開催の食と酒の祭り in 吉沼の中でイベントとして行う散歩で披露を、拾ったゴミの重さと歩いた歩数で地元のおいしい食べ物やお食事どころの商品券がもらえる。今まで知らなかったお店の発見にもなるね。商品がもらえるなんてゲームみたいで楽しくゴミ拾い散歩ができるね。イベント当日はゴミ拾い散歩を応援する振動屋が来ます。吉沼に振動屋が来るのは初めてだからとっても楽しみだね。せっかくなのでゴミのことをもっと理解してみよう。普段ペットボトルなどで使われているプラスチックは海に流れていくといずれは人の体にも悪影響を及ぼす。未来の世界を想像してプラゴミについて親子で深く考えてみよう。生ゴミを減らす方法として段ボールで作るコンポスト、肥料作りがある。作り方を覚えてうちでも作ってみよう。生ゴミも減るし実験みたいで面白いね。できた肥料は吉沼にある農家さんにも分けて使ってもらおう。ゴミを拾った後はお花を植えて花を作ってみよう。
もともと中学校があった吉沼体育館は、選挙の投票場所や小学校の持久走大会、スポーツ団体の活動などに使われる。体育館前の雑木林がきれいになり、そこに素敵な花壇があると、吉沼の皆さんが気持ちよく体育館を使えるようになるね。もしもう少し余裕があれば、花壇をもっと大きくしたり、別の場所にも作ることができる。それによって、吉沼に住んでいる人々が心地よく毎日を暮らすことへの手助けにもきっとなると思います。あと、イベント内の勉強会に、ゴミ拾いの先生や環境問題の専門家もお呼びできる。より深く、広く、ゴミについて学べる機会があれば、吉沼、さらにつくば市や茨城県、日本、世界をきれいに保とうとする気持ちが生まれ高まっていくと思います。以上が発表になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは審査員の方からコメント質問をお願いいたします。はい、じゃあ堀田さんからお願いいたします。はい、発表ありがとうございました。胸を打たれる発表で私も聞いてしまったんですけれども、とはいえ僕のゴミ拾いなので、いわゆる一般的なこうゴミ拾いというかね、今おっしゃってくださったのはこうこのゴミを拾うことの楽しさとか次につながるみたいなことをこれでこうね、うまくこう地元のお子さんたちに伝えられるかどうかが多分鍵かなと思って聞いたんですね。なので、まあ、地元の子どもたちにこうどんな地にこう参加してもらうかというところですね、ちょっと具体的に教えてもらっていいですか。はい、8月中に吉沼小学校に、伺いまして、教主任の先生に2月にこういったイベントをやりますよということで、伝えて、学校のつくば市体育館とかそういうところでゴミ拾いの登下校中のゴミどれぐらいあるかなとか、そういったことをちょっと、環境問題に絡めて学校でもちょっと見てもらって、それで、2月にこういうイベントがあるよということで、協力を仰ごうと思っています。はい、ありがとうございます。他にご質問ある方、挙手でお願いいたします。石尾先生、お願いいたします。はい、ありがとうございます。あの、街歩きという拾いを、こう、入れさせたようなところと、それから環境とかですね、ゴミを捨てにくい街にしていくっていうところが、とてもいいなと思ったんですけども、ゴミ拾い自体は、その小学生中心の中で、どのくらいの参加者を予想していて、それから、もしプラスになればその勉強をするっていうお話だったんですけど、できればそうやっぱり環境についての理解とか、ゴミのない吉沼地域みたいなことにこうもっとクローズアップしてもいいのかなとちょっと思ったので、その辺のコメントを聞かせてください。はい、参加者の想定としては、大人が2人、子どもが3人ぐらいのチームで、大人と子どもで申し込んで拾ってもらうということを想定して、おおよそ40名ぐらいを考えています。で、ゴミ拾いの勉強のことなんですけども、一般的に危険なこととかは避けましょうとかっていうのをもちろん言った後で、プラスチックゴミから拾いましょうですとか、そういったこともちょっと説明をして、で、実際に拾って、で、勉強のことですね。一応イベント内ではワークショップをします。このまま行ったらどうなるかということを、輸送してもらって、単なるレクチャーじゃなくて、輸送してもらう、ワークを親子で受けていただきます。はい、ではそういったレクチャーも感じていきますので、あとコンポストの作り方ですとか、そういうのも、はい、勉強会の中で開いて、あと未来を皆さんに想像してもらいたいなっていう、そういったお話をしたいなと思って、どういうふうにしたいのかっていうのをリアルに
思い描いていただくことを考える、そういう機会を作りたいです。はい、ありがとうございます。残り1分ほどございます。もう一方ぐらいいけるかなと思いますが、はい、霞先生お願いいたします。どうも発表ありがとうございます。私もあの霞ヶ浦で月2回あの早朝あのクリーンアップ参加してるんですけど、なかなかやりだすとハマるんですよね。だからハマる人がいっぱい出てくるといいなというふうに思うんですけど、あのこのイベント企画の基本として、要するに社会活動をやることが目的なのか勉強なのか、あるいは散歩をもっと楽しくしようとするのか、もうちょっとこの、ゴミを拾うことをエンターテインメントに昇華していこうとするのか、そこのところの基本的なあの考え方をちょっと聞かせてもらいたいんですけど、どれがあの一番目的なんでしょうかね。あのゴミ拾いは、興味ある人は興味あるんですけども、ない人は全くあの多分提案しても何それってことで、あの拾わないと思うんです。それなので、まあ、楽しさが、とっかかりとしては、まあ、商品があってゴミを使いにたくさんあると商品があのもらえます、その地元の商品もらえますよってことなんですけども、それをきっかけに、まあ、環境のことについてみんなの意識が高まるっていうところが目的ですね。で、まあ、それで、まあ、吉野町地域の人が、まあ、花壇を持ってきて、まあ、心地よく過ごせるっていうことが一応目的になります。すいません、あのおそらくちょっとあの目的意識が多層化しているっていうか、そういう感じを直感的に感じたんですよ。これはあの整理してちゃんと手順踏んでいくんだったら踏んでいくにしても、もうちょっとあの緻密な設計が必要かななんて思いました。それだけです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上で吉野町です。終了です。ありがとうございました。はい、それでは続きまして矢田部チーム、矢田部の皆さんご準備をお願いいたします。はい、声援も飛んでますね。いいですね。はい、5分発表、5分質疑応答です。4分で1度鐘を鳴らし、5分で2度鐘を鳴らします。まあ、10分経ったタイミングでもう1回鳴らさせてもらっております。はい、準備でき次第スタートしてまいります。また矢田部の次は北条ですね。北条チームちょっとだけ、心の準備しておいていただければと思います。また北条が4番目の発表まで終わりましたら10分ほど休憩を挟んで、以降上郷、小田、栄、高見原という順番で後半戦やってまいりたいと思います。はい、来ましたね、プロジェクト伊賀テックということでスタートして大丈夫でしょうか。はい、それでは拍手で始めてまいりましょう。矢田部チームの発表です。よろしくお願いいたします。まずイガテックの由来ですが、矢田部地域にいらっしゃった江戸時代の初めか、言い伝えが必要なとテクノロジーのテックを合わせてイガテックという名称をつけました。矢田部地域については言い伝えが必要はじめ、歴史や伝統、文化をはじめとする優れた資源があること、それからさまざまな分野で地域を盛り上げようというイベントを実施しているような地域になります。私たちが今回注目している言い伝えが七というのは、江戸時代後期の発明家で生涯を矢田部で過ごした方です。彼を中心に、矢田部地域ではわわわ矢田部屋や伊賀七座といった市民団体も活動しています。レースリーで矢田部の方々とお話をして見えてきたこととして、若い人との交流や地域参加の機会が少ないこと、それから若い人たちに矢田部や伊賀七座についてよく知ってほしいという要望を聞き入れました。これらを踏まえて私たちはプロジェクトの目的を3つ定めました。まず1つ目は、伊賀七の歴史と現代の科学技術を掛け合わせることで伊賀七を通じた地域ブランディングと地域間交流を促進すること。2つ目は、筑波の高校や大学と矢田部の連携を作ることで筑波の科学技術を地域に還元すること。そして3つ目は、矢田部地域で行われるオータムフェアをきっかけに筑波大学や筑
筑波工科高校と矢田部地域の方々との連携を作ることです。実際この目的を達成するために毎年矢田部で継続して行われているオータムフェアという地域資源を生かして11月6日に行われるオータムフェアで私たちがテックとコラボをして3つのミッションをクリアしようと考えています。このミッションについて一つ一つ詳しくお話ししていきます。まず1つ目のミッションですが、伊賀七田とプロジェクションマッピングを掛け合わせることを考えています。目的としては伊賀七田の活動を広く知ってもらうこと、そして学生と地域のつながりを作ることです。筑波大生からクリエイターを募って筑波大生のクリエイターと伊賀七田と共同して映像作成を行う予定です。ここで作った映像については一度限りのイベントでは終わらないように矢田部地域の方々に提供し継続性も重視しています。実際実施する予定の場所で投影する実験も行ってみました。ここでは実際に30万ゲットできたときにもっと面白いようなプロジェクションマッピングができるんじゃないかなと思ったのでいただけた10万プラス10万の強化費に当てたいなと思っています。続いて2つ目のミッションですが、伊賀七田が発明したからくりと現在の技術ロボットを掛け合わせようと考えています。地域の人と矢田部にある筑波工科高校の交流を目的としています。筑波工科高校のロボット科の学生に協力していただいてロボットのワークショップを小中学生対象に行う予定です。予算については実証費30万いただけた場合は参加費を無料にして実施できる予定ですので皆さんよろしくお願いします。3つ目のミッションについては現在の技術 AR と矢田部を組み合わせたロジェーニングとスタンプラリーについてのです。オータムフェアで開催される筑波大学の藤田研究室が行うロゲーミングに AR の要素を掛け合わせて矢田部のことを知ってもらいながら現代の科学技術も体感してもらいながらスタンプラリーを楽しんでもらえたらと思っています。スケジュールですが11月にオータムフェアが開催される予定ですのでそれに向けて準備を行いその後も継続して地域の方々と高校生をつなげるような活動をしていきたいと思っています。それでは最後に飯塚伊賀七さんから言葉をいただきます。私は飯塚伊賀七じゃ、私が発明を志したのは人々の幸せなんじゃ、科学の文化が当たり前の世界になってほしいんじゃありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、審査員の皆様からコメントをいただきたいと思います。はい、非常にね、プラス10万のアピールも強くしていただきましたが、はい、ぜひコメント、はい、江本さんからお願いいたします。ツイッターフォローしてます。もう広報活動が始まってて素晴らしいなと思います。伊賀七田についてあえて触れませんが、経験則で言うと無料イベントより有料イベントの方がいいお客さん来るかなとは思います。で、質問なんですけど、広報いっぱいいろいろ手段使われると思うんですけど、特に矢田部ってその新住民というか新住民レベルの方が TX 先生を入られていて、やっぱり昔ながらの方とのなんていうんですか距離感はすごく感じるところでもあると思うんですけど、具体的にどういった層にはどういう広報をみたいなのをどうやって考えられてるんでしょうか。はい、具体的に言いますと、主婦層の方がインスタグラムを利用して、で、Facebook に関しては年配の方を中心に発信していこうかなと思ってます。で、TikTok に関しては若年層ですね、若い人向けに発信を考えてます。はい、その高校生とかの協力とかも得られる感じなんですか。そうですね、その予定では動いてます。素晴らしいと思うので、どんどん地域の方巻き込んで頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫かな。はい、ありがとうございます。じゃあ、堀田さんお願いいたします。
はい、まずね、プレゼン資料も含めてね、ちょっとあの分かりやすく、はい、最後まで東さんもびっくりしましたけど、はい、今回ですね、その地域の課題の中で、まあ、先ほどもありました、その矢田での魅力を緑化などの新進住民の人に認識してもらうようにしてもらったんですけれども、例えばプロジェクションマッピングの方で、どれぐらいのこう集客とかね、どれぐらいのエリアから来てもらえることを、まあ、目標とされているのか、あと、その後のロボットワークショップとあの AR のワークショップの方で、まあ、20分とか30分とか募集想定していらっしゃいますけれども、どのあたりの方が来てもらえると、あの地域の課題解決につながるどうお考えなのかをお聞かせいただければと思います。そうですね、まずは矢田部の方々を対象にしているので、イベントを含めて矢田部の小中学生も含めて参加してほしいなというのもありますし、プロジェクションマッピングとなるとこう出入りがしやすいですので、ラゲニングとかワークショップよりは積極的に参加できるかなという気持ちもあるので、緑野の方々にも来ていただきたいなと思っていますし、緑野地域の方々と矢田部地域の方々の交流経験を目的としているので、矢田部だけではなくて東京の方も参加できるようにということで3つミッションを掲げたというところもあります。はい、ありがとうございます。残り2分ほどございます。では西野さん、お願いいたします。はい、本日のプレゼンでした。継続のことなんですけれども、まあ、プロジェクションマッピングできたらまだ使うとかっていうのは分かりますが、特に高校とかですね、大学受験生とか今回参加して、その方たちと地域の方と、まあ、初めて見たらいろいろアイデアが浮かぶとは思うんですけど、今のところはどんな継続を考えられますか？ですね、まずはオータムフェアで一回コラボしてみるっていうところをはじめに、また来年度のオータムフェアでも継続して連携を続けていけたらとも思いますし、またこの最後のスライドに載っているアラキアっていうところが矢田部の活動の拠点となっているような場所なんですが、その場所に高校生がもっと来てほしいっていう矢田部の方の意見もありましたので、高校生が来やすい場所にしようとか、地域の方々がもっと入りやすい場所にしようとか、拠点を生かしたような継続性というのも考えています。はい、ありがとうございます。残り1分弱ございます。もしコメント、はい、ありがとうございます。蓮見さん、お願いします。あの伊賀七座の出演もぜひちょっとプロジェクションマッピングまで書いてあるんだけど、活動紹介だともったいないなと思って、あのニュー伊賀七もあの共演してですね、あのぜひあのやっていただければと。もう2年間頑張ってきてるので、これからも伊賀七座もスターにしてあげてほしい。それだけです。はい、ありがとうございます。以上で、発表時間終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、それでは前半戦最後のチームですね、補助、ご準備をお願いいたします。なんか小道具、大道具、はい、あの準備も進んでおりますが、5分発表、5分質疑応答です。4分で1度鐘を鳴らし、5分経ったら2度鐘を鳴らします。はい、前半戦最後の発表になります。はい、準備大丈夫そうですかね。すごい、はい、ちょっと待ちます。はい、大丈夫です。準備でき次第スタートしてまいります。いいですね、こうドキドキの時間が長く続きますね。はい、一応この後のアナウンスしておきます。多分この発表が2時55分ぐらいに終わるかなというふうに予想されますので、そこから10分ですね、休憩取ろうと思いますので、3時5分まで約10分間の休憩を取り、その後後半戦やってまいります。後半戦順番は上郷、小田、栄、高見原の順番で、実施していきますので、皆様、心の準備をよろしくお願いいたします。はい、
しっかりめに準備をされてますかね。もし後半戦のチームもですね、今一度機材チェック等必要であれば申し訳ありませんが、休憩時間中にちょこっと触ってていただくとスムーズかなというふうに思います。はい、気になるチームはぜひサポーターズにお声掛けをよろしくお願いいたします。はい、はい、いいですね。はい、豊上チームのね、ちょっと準備していただいている間に、まあ、再度アナウンスにはなりますが、質問の中でもね、あるいは発表の中でも触れていただいていますが、審査項目は地域性、企画力、実現性、継続性、この4点です。まあね、今更ね、発表のスタイル変えられないかと思いますが、ここら辺特にね、質問来るかなと思いますので、皆さん考えておいていただければというふうに思います。また、全発表終わったらですね、審査員の方4名には、まあ、審査を30分ほどでいただこうかなと思うんですが、その間には、今日ですね、北条からお越しいただいてます、まあ、R8 の活動の先輩ですね、入り合い店舗の橋永さんに来ていただいております。橋永さんのトークの時間もありますので、お楽しみにということで、準備良さそうですか？動きます？次進みそう？大丈夫ですか？なんか一回やってみます？大丈夫？はい、大丈夫です。大丈夫、 OK、 しました。いえいえ、それでは今から発表始めてまいります。北条チームです、よろしくお願いいたします。北条アースワーク、つくばワイナリーのかずらを採用してアート作品を作るということで、本日はプレゼンテーションさせていただきます。北条には本当に美しい自然があります。そしてなぜか心が和む美しく清らかな空気が漂っています。蓮の花も今あたり一面咲いていますが、北条の蓮はただの蓮ではありません。ご存知でしょうか？古代蓮なんです。そして私たちが行うと考えていますプロジェクトの実証内容についてご説明いたします。1つ目、ブドウのかずらをメインに自然素材を用いてサスティナブルな立体アート制作および展示を行い、それによっての地域活性化を目指したいと考えています。2つ目、ドローンを用いた北条地区の、映像、それからアースワーク制作のプロモーション動画、 SNS による情報の発信を考えておりますが、ドローンに関しましてはプラスアルファの予算がついたときに行わせていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、北条の町のフィールドワークを行いまして、私たちが感じましたところと、それから課題、狙い等を説明させていただきます。まず北条の町なんですが、もうすでにですね、入り合い店舗さん、カフェポス店さんなど、いろいろな取り組みが行われてまして、プラスアルファとして、歴史の豊かな場所なので、そういったところにスケッチに訪れるご年配の方ですとか、もう本当に、本来であればそれだけでももう成り立つような場所なんですね。けれどもここに大きな課題があります。それは生産年齢人口減少による少子化なんです。これは、北条地区だけではなく他の地区にも共通するのかなと考えますが、これを解消するためにはではどうすればいいんでしょう。もうもちろん簡単です。20代から40代の若者世代が定着して定住していただいて、そこに子どもたちが増えるという、これを行わなければいけないのかなと考えます。で、私たちの力では非常に微力なんですけれども、私が提案してますつくばワイナリーのかずらを使わせていただいて、そこで、アート作品を工場の自然の中で自然から感じるインスピレーションをもとに作ることによって、新たに工場地区の魅力を発信するようにしたいと
というのが私たちの狙いです。そして地域活性化としまして、参加していただいた方に工場の地産品をプレゼントしたり、それから、展示会場に足を運んでいただいた方々に工場商店街のチラシを作りまして、そして、割引クーポンを申請したいと考えています。もちろんこれには予算も限界がありますので、その範囲の中でということになります。そうしまして、おいでいただいた皆さんと、それから作品を作った制作者とともに、2日間午前中ということで、会議させていただこうと今のところ考えておりますが、ギャラリートークを行いまして、そこでコミュニケーションを深めたいと考えています。ダービー協力としては、筑波ワイナリーさんをはじめいろいろな方々に協力をいただく予定でございます。さらに価値と創造性、実は、私たちが目指す目標の一つとして既にあります NPO 法人ワラードジャパンというところの活動について、少しだけ触れさせていただきます。2009年に新潟市で6体の作品を展示しまして、2日間で2万人を集めております。ただしこちらの方では1体に10万から30万という金額が必要なので、そこまでの規模は今回はとても望めません。ですが制作活動を通して、地域の創生などの効果が大きいと考えます。作品を共に作ることで新たな連帯が生まれます。そしてこれが単に1回ではなくて蓄積されることによって、その地域の存在を定着することができます。はい、私たちの展示予定の場所はこちらです。ワイナリーさんのお店の前の広場になります。展示室、イメージとしてはこういう形で考えておりますが、これは、参加者のメンバーによって形変わる予定もあります。スケジュールとしまして、12月の3日4日のとても12月ですが天気のいい、空気もいい時期を一応予定しております。さあ、コロナ禍の疲れを工場の自然で癒しましょう。使う飾りはこれです。こんな感じです。3分でリースが簡単にできます。今ブドウの状態はこんなです。色づきが始まるととても美しいです。はい、材料たくさん今成長しております。試作例も私たち考えております。はい、工場は癒しのパワースポット、自然から、リスペクトされて、ブドウのかずらでアースワークを行いましょう。12月3日4日です。メインメンバーは私、西田と中は本日おりませんが、金谷金子がいます。工場アースワークチームでした。お伝えください。ありがとうございます。3分半ほどございます。審査員の皆様からコメントを、質問をお願いできればと思います。江本さん、お願いいたします。発表お疲れ様です。ありがとうございます。私はこのカズラと読むことも知らなかったんですが、どれもう作られたことあるんですか？はい、私は少しだけあるんですが、あとの2人のメンバーとこれから募集するメンバーに関しましては、触ったことがございませんので、カズラが取れた、11月の終わりから試作に入って、それから、本番ということになります。あの新潟ので出されてたと思うんですけど、新潟ですかね、2日で2万6体作って2日で2万人って書いてたと思うんですけど、はい、なんでそんなに集客されたんですか、そのイベントは。あの一つ一つがすごく大きな作品なんですね。で、茨城県では笠間市の方で実はワラアートを作ってらっしゃるということで、こちらのワラアートジャパンの事務局の方と連絡をした際にもしていてはいただいているんですが、大きな作品に人が集まる。で、そこらは6体を作って結果として、2万人の集客をしたということでお聞きしております。どれぐらい大きかったですか？最大6メートル高さ。あー、で、2メートルの作品を作ろうとしてるんですよね今。はい、本当は4メートルとか言ってたんですが、はい、とてもこの予算と2メートルだということでその予算はどれぐらいあったら4メートルいけるんですか？4メートルですと30万です。あ、そうなんですね
じゃあドローンやめてそっちまで4メートルなるほど、わかります。笠間はちなみにどれぐらい集客されてたんですか？ごめんなさい、私でいっぱい時間取っちゃって申し訳ないんですけど最終的に集客はどれぐらい見込まれてるんですか？参加者が100人、はい、参加者が作る参加者が最大100人、それに、見に来ていただく人で、100人、約200人を予定しております。なんかこの時期って北条でも冬の市とかやったりしますよね。なんかそういうところと連携とかってされるんですか？今から進めていきたいと思っております。またあのワイナリーさんの方でもこの時期リースイベントがありますので、そちらの方ともあの調整、スケジュール調整しながらやっていきたいと考えております、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。もうお一方ぐらいいけるかな、1分弱ほどございます、コメントでも大丈夫です。何かある方、じゃあ清水先生お願いいたします。どうも、ありがとうございます。作られたカズラの作品なんですけど、ここに絵が描いてありますが、これは会期終わったら撤去しちゃうでしょ？そうです。で撤去してどうするんですか？無縁炭化機というあのものがありまして、そちらの方で焼却して、土に戻します、はい、そうすると、まあ1回限りのこれは作品ということで、そうです、ずっと残すってわけではないわけですね。今のところその予定はありませんが、はい、もし作品交渉で、買い取り引き取りという申し出がありますときには、考慮して考えておりますが、基本的に、自然からいただいたものなので自然に返したいと考えております。なんかちょっと直感的に思ったのは、北条のワイナリーでこういうイベントをするのもいいんだけど、連携して筑波美術館あたりでカズラのアートの子ども向けのワークショップとかをやって、それで両方の場所をつなぐとか、そういうふうな広がりの企画ももうちょっとあるといいんじゃないかななんてちょっと思ってきたんですけど、どうでしょうか？ぜひ考えていきたいと思いますが、一つだけ問題がありまして、カズラが自然動物なので筑波美術館の方ではおそらく虫とかそういった関係で、展示場の中には入れていただけないかなと思います。可燃性だってことですか？はい、可燃性だってこと。カズラ自体にこう虫とかですね、そういったこういろんなものがついてますと、美術館さんの方の保管上の管理上の問題でバスなんですね。なのでそれを行うときにはちょっと特殊な、カズラの処理をしないといけないかなと思います。じゃあ中央公園で。中央公園で。はい、ぜひ考えさせていただきます。ありがとうございます。はい、以上とします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで今前半戦、大曽根、吉沼、矢田部、北条の4チームに発表いただきました。発表いただいた4チームの皆様お疲れ様でした。今がですね、2時55分ですね。予定通りです。ですので今から10分間の休みにしたいと思います。3時5分に今の席にお戻りください。以降は上郷、小田、栄、高見原の順で発表してまいります。はい、それでは休憩にします。皆さんお疲れ様でした。はい、時間になりました。皆さん席にお戻りください。大丈夫でしょうか？はい、後半戦は、今準備いただいている上郷から始まって、小田、栄、高見原の順でいきたいと思います。はい、一緒ですね。5分発表の5分質疑応答で10分間です。4分経ったら1回鳴らします。5分経ったら2回鳴らしたいと思います。はい、もう機材チェックも大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。はい、それではいいですね。5号上号チーム5番目を引き合ったんですね。素晴らしい。それでは、上号チームの発表です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。神号チームということで、今回プロジェクト、生きている食べ物展について発表させていただきます。ゴーゴー神号チーム、私たち神号大好きです。皆さん行ったことありますか？神号、これはですね、小海川の夕日、そして川口公園、さまざまな農家の、畑ですね。あとはたくさんの飲食店、とっても美味しかったです。そしてあとは、
命食文化の街上郷ということですね。こちら、神社、歴史のあるような神社もたくさんあります。そして何より人が素晴らしいんです。デイ1、デイ2、デイ3、さまざまな上郷の方々と、お話をしまして、この上郷協議会の方々もかなりですねご協力いただきまして、今回私たちは、上郷で、ぜひいろいろなプロジェクトをやりたいとたくさん気持ちを持ってですね、何をするかというところで、デイ1、デイ2、デイ3、たくさん見てきました。先ほども紹介した豊かな自然、そして歴史ある食文化で、デイ2の時にですね、実際にこう今後会長や土田、事務局長とお話をしてた時にですね、上郷に食育の施設を作れたらというようなお話を聞きました。それにぴったりだなと私思いまして、生きている食べ物店、企画したところ、チーム GOGO 上郷チームの結成ということで始めております。じゃあ何なんだ生きている食べ物店、なんか不穏だとかいうような流れですが、生きている食べ物店、こちらのコンセプトになっています。生きている食べ物店 in 上郷、あなたの家の食卓に並ぶ野菜や魚など美味しそうな食べ物、それはもともとは自然の中で生きていた生物、どんな姿で生きていたのか、どうやって成長していくのか、誰が育てたのか、どうやって運ばれてきたのか、どうやって食材になったのか、そしてどんな食の歴史があるのか。生きている食べ物店では食材の調理前の姿と調理後の姿を見ることができます。自然と食文化が豊かなこの地上郷で食べ物の巡りについて人々と交流し考えてみませんかというのがコンセプトです。具体的にはどんな展示をするかというのをこちらのスライドで紹介します。展示物は先ほどにもありましたように生きている野菜、果物、生き物、土壌やナマズなどの、五海川にいるような水生動物も考えております。でそしてその食材が使われている料理の食品サンプル、調理方法のレシピ、その食材の調理のコツなどを実際の上郷にいらっしゃる、飲食店の方々と協力し合いながら展示の解説も作らせていきたいと思っています。そして野生の食材についての解説ですね。ちょっとなんか野生の食材というとかなり不穏な感じもするんですけれども、まあ、実際に先ほど見ていただいたような、畑にある野菜、果物、どういった葉の形や育ち方をするのか、どの季節に食べたら美味しいのか、そして土壌やナマズなどの生態、習性などを考えながら、皆さんと一緒にですね、それをこう食べたりだとか、その料理がどうなっていくのか、でそしてその料理の、ポイントについてなども、解説できたらと思っています。解説内する場所としては、上郷にあります王室公民館を第一拠点として考えています。なぜ第一拠点かといいますと、上郷の協議会の方々たくさんいろいろな場所とのつながりを持っております。王室公民館で初めの展示会を行った後にさまざまな場所で同じような展示をパッケージに化し、それを、いろいろな場所でできたらと考えています。開催形態に関しましては今の段階では、本開催として1ヶ月間を考えています。ただ生産をずっと展示をしておりますとかなり運用が大変になりますので食品サンプル解説までの展示期間なども含めて、生態は、単発で、行うなどもやっています。そして、皆さんこれですね、生きている姿と食べ物の姿、皆さんこれ何か分かりますか？ズッキーニです。ズッキーニは実は野生の時こんな形してましたよ。食べ物にするとこれは、上郷にある魚沼本店さんで出てきているメニューです。他にもザリガニが食べれたりだとか、あと道場が食べられたりします。プロジェクトの流れとしてはこのような形です。展示を見せる展示会を開催、今回ちょっとプロジェクトシートに書いておりますが、展示と共に作るというものをその後の発展系として考えております。今回のスライ、プレゼンではこちらの展示を見せる、展示をパッケージ化して別の地域でも展示ができるような持続可能なプロジェクトとして今回は考えております。スケジュールとしましてはですね、まずは8月に、関係各所の、準備、そして、実際の、本プレ展示を9月に考えており、本展示を11月で考えています。そして今、持続可能という言葉が出ますが、広報活動もスタートさせています。上郷のスタイルな方々と一緒に、命食文化の町上郷で食の巡りを通して人々の交流を活性化します。上郷ということで、私のプロジェクトを発表させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
それでは審査員の皆様からの質問コメントよろしくお願いいたします。はい、じゃあ西野先生お願いいたします。はい、とても元気な発表ありがとうございます。上郷の方々とのつながりでこれが口実系にするっていうのはとてもよくわかるところなんですけど、さらにですね、地域性という点で例えばこの地域の郷土料理とかあるいはここに ある特別な食材とかなんかそういうのがあるとすごく面白いと思うんですけど、そのあたりのリサーチはどうでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、上郷ならではというものがあればありがたいんですけれども、上郷にいらっしゃる人というところに私たちは注目をしておりまして、例えば魚梅、魚梅本店さんであれば実際に、本店さんの持っている畑で採れているものを、その植物で使われているというような場所だったり、今日もいらっしゃるジミーさんのジミーファームであればパパイヤ農園、なかなか見ることができないパパイヤ農園についての、紹介ができたらというふうには考えております。はい、ありがとうございます。他に、質問やコメントありましたらお願いいたします。太田さん。はい、発表お疲れ様でした。上郷地域というと岡山と、あとは肥沃な土壌があるので本当に上郷地区ならではの企画なのかなというふうに感じておりました。今後の展開として今のところこう今後の、展示会などの実績を踏まえながら次の可能性をということだったんですけれどもはい、自分で行きます。ありがとうございます。展示会がうまくいったのが経緯として、今後もし考えてらっしゃる次の展示会、もしアイデアベースもあれば教えてもらえたらなと思います。はい、大変ありがとうございます。先ほど時間の関係上でお話できなかったんですけれども、今回私たちがデイスリーで行ったこと、実際に上郷の自然や食体験を行うことによって展示を作っていこうとしているわけですね。その体験を例えば中学校の職場体験や大学生のワークショップなど体験のイベントとして新しいものを企画していけたらなというふうに考えています。展示を一緒に作っていくというようなことを行うことによって、また次の展示、次の展示、また別の場所の展示といったことを今展開として考えています。あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。残り2分ほどございます。もし他にも質問やコメントがありましたらお願いいたします。角先生お願いします。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。私の質問いつも時間が余ると何か言おうかなみたいな感じで付け足しなので軽く聞いていただければと思うんですけど、食育っていうところから始まったですよね。で、食育っていうのはやっぱり体験性が大事なのかなと。つまり何でも今ブラックボックスでどこでどうやって作られたのか分かんないような食べ物がスーパーの中に並んでいて、それを選んで食べるだけっていうことになってるんだけど、もっとその原点をたどるとちゃんと生きていたものだっていうことですよね。そうするとなんか例えば昔で言うと春の七草とかそういうのを摘んで集めてなんかお料理にして季節感を感じたみたいなイベントなんかも季節の最時期ではあったと思うんですよね、はい、そういったものもちょっと丁寧に掘り起こして、実際に春の七草摘んでみるとかそんなようなことをやってみたり、あとはお料理の世界だと5つの色のものを集めると健康にとか昔から言われていることもあると。そういったことは実際5つの色ってこの上郷でどんなものが集まるのかなと思って探してみるとかね、なんか縦横斜めにいろんなプログラムを作ってほしいなと思うんですけど、その辺の計画はどうでしょうかね。ありがとうございます。ぜひ検討、前向きに検討したいと思っておりまして、おっしゃっていただいたようなこう野生のものを食物として見るということをなかなかしていないと思うんですね。なのでおっしゃっていただいたヨモギであるだとか、その春の長草であるだとか、そのジャガイモとかも普通にこう歩いていると畑の中でちょっとその雑草が紛れちゃう時とかもあるんですけれども、そこでちゃんとこれは食物として食べられるんだというようなことが意識できるような、実際にやっぱり天井を見るだけではなくフィールドに行ってもらうということで、先ほどのその共に作るの企画を行おうと思っているんですけれども、そういったこともぜひ取り入れていきたいと考えております。
一つ、私の研究室にフランスの留学生がいたんだけど、彼女はなんか、延べにされているタンポポを見て、これってタダでもらっていいでしょうかねなんて言ってて、タンポポコーヒー作るんだって言って、フランスじゃタンポポはごちそうらしいんですよね。はい、そういう筑波大学をはじめとして留学生が多いので、その留学生たちをと交流しながら、なんか向こうでは食べてるのにみたいなものを探すとかね、そういうのも面白いかなと思いました。ぜひ、ありがとうございます。私たち生き物も食も大好きな人間ですので、その可能性をどんどん探求していきたいと思っております。はい、ありがとうございます。お時間となりました。ありがとうございます。まずチームの発表でした。ありがとうございます。はい、続きましてチーム小田ですね。はい、小田の皆様、ご準備をよろしくお願いいたします。はい、5分発表、5分質疑応答です。発表時間5分間です。4分で鐘を1回、5分だったら鐘を2回鳴らします。はい、準備ができ次第スタートしようかなと思います。はい、6番目の発表ですね。あと3つのチームが発表を残しております。はい、椅子を動かしてみて、はい、大丈夫。はい、大丈夫です。はい、それではマイク持っていただいて6番目の発表です。チーム小田、よろしくお願いいたします。暮らしをつなぐと題しまして、小田から子育てを応援隊が発表いたします。 Day2 で出たスライドこんな感じなんですが、子育て層の多い中心部をですね、観光資源の多い小田を、つなぐ企画といたしまして、子育ての外出支援をする商品開発と観光 PR を軸に提案させていただきました。でそこにですね、今回デイ3で得た実際の地域の声ですとか調査結果を反映して今日ご提案したいというふうに考えています。何をするか、私たちは小田食材を使った赤ちゃん用の携帯離乳食の試作品の開発を行います。でこのプロダクトはですね、この商品自体がすごく、事業性があるだろうというふうに考えているんですけれども、実際にはですね、この商品が本当に手頃な価格帯で私たちの手元に届けることができるのかと一定のところはやってみないとわからない部分も結構あります。なのでどう転んでも地域にとってこれがですね、プラスになるようにしたいなということで、この開発プロセスを町の資源であったり課題を掘り起こすツールとして今回使って、町の目指す町づくりの実現へ近づけていく企画も並行して行いたいというふうに考えております。プロジェクトの流れなんですが、こちらですね、ちょっと細かくて申し訳ありません。この青色の部分が実際ベビーパウチの開発になりまして、上がですね、中身の部分の開発、レシピとかですね。でこちら下が、製造、パウチの製造と、あと販売につなげる部分なんですが、黒枠のところが本事業で行う、内容となります。で開発プロセスをツールとして使うというのは、具体的にはですね、ここの食材を探すというところで、やっぱりこれをきっかけにですね、小田の農家さんにたくさん出会いました。また、製造場所を探すというところでも、実際にたくさんの場所に会って、場所を巡ってですね、人に出会って、そこの歴史だったり活動を聞きます。で、それをつくば、小田以外のところの方たちも、例えば製造に関わりたいということで、いろいろ話を聞くことができますと。ということで、そこで得たお話をベビーパウチに関わらずですね、外に対して発信していくということで、またそれぞれの抱える課題を解決するようなイベントというのをデザインしていくというようなことを考えております。で実際に話を聞いて分かってきたことはですね、観光を柱にしてたんですけども、観光で生計を立てている人ってかなり少ないということで、むしろ人々の暮らしを維持するための結びつきを求めているということです。で活用してほしい場所はですね、たくさんあるけれども人材が不足しているというお話でした。なのでこのプロジェクトの目標をベビーパウチの試作品開発と関係人口を増やすという2つの軸にしております。小田といえば米ということで、お米を使った商品を中心に作っていきたいと考えているんですが、小田以外にも小田さんは小規模農家が多いということで、小田の地域以外の野菜やフルーツとも組み合わせて商品を作っていきたいと考えています。
先行品調査もこのように行っていて、これから3種類のレシピを検討するという段階でございます。また保健所や資材メーカー、パウチ製造に詳しい方にアドバイスを実際にもらって、量産化できる体制を今模索している段階でございます。またクラウドファンディングなどの見据えたファン作りと市場のニーズを反映させたということで、ユーザーが参加できるという開発を私たちは力を入れてまして、 SNS のアカウントをフル活用して踊りの魅力を発信していこうと考えております。私SNS の発信がもうプロですので、はい、今実際に活動しているクリエイターたちも大体つくば市の人口ぐらいがフォロワーいますので、そこの辺に関しては結構任せて欲しいと思うので、ぜひお願いします。実証期間中ですね、つなぐプロジェクトは3つほど想定しております。はい、小田原関係人口を増やすっていう目的の取り組みとして、プレイスクールあと旧小田小学校ってことを企画したいなというふうに思っています。でベビーカーチの主な利用者っていうのは乳幼児ですが、駅周辺には非常に乳幼児がいまして、また遊び場が不足しているという実態もあると思います。そこで小田小学校にて遊びこそ学びというコンセプトで、小さな子どもたちが主体的に遊び挑戦し、五感を通して世界に触れるための遊びの学校を実施したいというふうに考えています。で具体的にはこのプロジェクトを通して小田エリアと駅周辺の子どもたち及び親世代の交流を促進したいと考えています。で運営方法としては音楽とかアートの領域でもう実際に活動している複数のプレイヤーをつないで発信するプラットフォームとして小田小学校を活用するということなので、そういう実現性の非常に高い運営の仕方をしたいと思っています。で小田の文化と子どもたちをつなぐという観点からは小田祇園のお囃子隊に参加いただいたり、また小田小学校にある文化財をどのように鑑賞するかというアートワークショップなども実現したいと思っています。でそれぞれのプログラムが展開されている教室に自由に出入りできるようにして、休憩所も設けることで駅周辺地域と周辺地域の親子の交流を促進したいと考えています。このプロジェクトの価値、すいません、最後この3点ほどを考えております。単純に商品開発だけではなくて、地域にソーシャルインパクトを与えることができる。で小田だけではなくそれ以外の部分でも暮らしをつなぐことができるというふうに考えています。で正直ですね、モリモリ企画なのもお分かりだと思うんですが、30万の予算をいただける前提で立てております。ぜひご連絡をお願いします。はい、以上で大丈夫ですかね。ありがとうございました。はい、30万前提で立てられた企画ですけれども、質問やコメントを審査員の皆様からぜひよろしくお願いいたします。はい、江本さんお願いします。熱いプレゼンありがとうございます。私この Day2 で初めてベビーパウチっての知ってめっちゃいいじゃんと思ったんですけど、これどれぐらい大きい事業にしたいですか？これ個人的な興味も入ってるんですけど。地域的な話、いやもうベビーパウチ本気でやりたいと思ってるんですけど、そうですね、どれぐらいの規模感のなんかステップでどれぐらい生産したいとか法人作りたいとかそういうのってありますか？はい、一応ですね、ここでちょっとだけすいません、スライドが小さくて申し訳ないんですが、一応12月に試作品ができますと。でその時に大体量産化する時の費用関係が見えてきますので、事業計画を立てて、動かせそうだなとなったら法人設立して資金調達をしたいなというふうに考えております。もうすでに自分では他の会社をやっているので、会社を作るということ自体にはそんなに抵抗はないくて、できるかなというふうに思っております。ただ課題のところでも出したんですが、工場に製造を委託するとなるとロットが3000円くらいからになりますの で自分たちでやるとなると、50ロットくらいからできるんですが、初期投資がどうしても機材部分でかかるというところで、そのあたりのジャッジが必要かなというふうに思っています。なんかつくばのふるさと納税とかでこういうのがあったらいいのになとか思いました。子どもが多いつくば市なので、ぜひこういったものを、特に海外の方たちは慣れているものなので、ぜひできたら嬉しいなと思っております。あともう一個だけ、ちょっとまた個人的な質問かもしれないんですけど、そのお子さんが今離乳食の時期なのかなと思ったんですが、2年後とかでもそのモチベーションっていうのは保たれてると思いますか？そうですね、
これアメリカとかですね、まあ、今上の子3歳で離乳食終わってるんですけども、家庭用のパウチとかもありまして、要はグリーンスムージーみたいなものなので、年齢的には上の子でも全然5歳とか6歳とかでも全然使ってる子は多いです。夏とか例えば凍らせたりして使ったりして、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご質問ある方お願いします。あすみ先生お願いいたします。ありがとうございました。すごい設計図があって、ビジネスモデルとしてもかなり完成度高いんじゃないかなと思って、ひょっとしてなんか裏のプロが紛れ込んでここにいるんじゃないかと。やっぱりそうねやっぱりそうかみたいな感じあるんですけど、うまくいったら小田からいなくなっちゃうんじゃないかなという心配が一つあるんですよね。だからやっぱりなんで小田なのってことと、小田にやっぱりちゃんと根を張って、このパウチの街にしてくれるのかどうなのかっていうところをもうちょっとちゃんと確かめたいなと思ったのと、なんか旧小田小学校をパウチ工場に搬入したいですとか、なんかそんなところまで踏み込んだ計画になってくると、さらに師匠を困らせるかもしれないけど面白くなるのかなというふうに思ってました。それからパウチなんですけど、私ももうすぐ必要になってくるかなと思うので高齢者用のパウチっていうのをですね、積極的に開発したらいいんじゃないかなと思いました。その辺はどうでしょうか。はい、ありがとうございます。いくつかポイントがあったかなと思うんですが、まず小田という場所ということなんですが、食材だけで言いますと小田だけではこれは作れないというのは見えてきていますので、他の地域とも協力してやる必要があるだろうと思っています。で、製造に関しては小田でやりたいなということで模索しておりまして、実はおっしゃっていただいたように小田省でできたら、特に今運営がですね、平日は閉まってしまっているというのもありまして、小田省のキッチンを使ってシェアキッチンじゃないんですけども、製造と受付兼ねつつやれたらいいなと思ったんですが、ちょっと市長がですね、今いらっしゃるのでお話をお伺いしたいんですけども、どうしても民間のですね、営利目的の利用は今無償貸し付けということで難しいということで、今回ご回答をいただいているんですが、今後こういった形で例えば地域の事業として使うことができる可能性もあるんでしょうか。まずやってもらって、で地域にとっていいなってなれば、ただ工場はちょっと規制の問題があるので、どこまで作れるかっていうのはありますけれども、まあ、加工 の、 基準も何段階にも分かれているので、今すぐ大丈夫ということはちょっと確認しないといけないんですけど、そういう使い方もできればいいと思って、ただ小田省はね、その遺跡があったりして、ちょっととにかく制限が他の場所よりも一番かかっている場所なんですよね。ただ、小田の他の場所とかもいろいろあるんじゃないかななんて思うし、逆にそうやって本気で事業化をしてくれるんであれば、産業振興の面でも地域の雇用の面でもこれはすごくいいことだと思うので、全面的にバックアップはしたいと思います。ありがとうございます、はい、ぜひ、すいません、大丈夫です、最後コメントなんか一言、はい、ぜひぜひ。防災だけではなく介護職も見据えております、ぜひぜひ小田でできるから地域のお金が落ちるので、それはできたらいいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。チーム小田の発表でした。ありがとうございました。はい、いいですね、ありがとうございます。それでは次、サッカーチームは発表のご準備をお願いいたします。はい、残り2チームですね、栄高見原を残すのみとなっております。はい、大丈夫ですか。はい、皆さんご準備お願いいたします。はい、栄高見原終わったらですね、この後、どんな流れになるのかと言いますと、一旦16時ぐらいまで、休憩を10分ぐらい取れるかな、はい、10分ぐらい休憩をした後にですね、16時から16時半の30分間で、審査員の4名の方には審査をしていただきます。まあ、それを裏というならば、表ここでは、
パレードの先輩ですね、はい、入り合い店舗の橋永さんのトークセッションも30分間開催させていただきます。その後16時半から17時で、結果発表そして公表をいただくといった流れで考えております。はい、準備大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。はい、それでは7チーム目の発表です。チーム栄、発表よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンバーをご覧の通りで発表は私リーダー小宮が務めさせていただきます。今日発表する内容は以上の通りです。早速プロジェクトの内容説明に移動させていただきます。私たちは、堺の街をテーマに絵本を作成し、この絵本をバイブルとして街歩きを行うという大きく2つの項目に分かれています。絵本を作成する際には、地域住民の方との関わり、街歩きをする際には地域の子どもたちとの関わりを大切に活動していきます。で、堺の思いを絵本で伝えるということですが、子どもたちが楽しく親しみを持って堺の街を知れるように、そして街の人たちの等身大の思いを子どもたちに伝えられるように全力で頑張っていきます。で、デイサンで調査を行っていく中で、堺の方たちが子どもたちに何を伝えたいのかということが、分かるようになってきました。歴史ある祭りや神輿の文化が堺にはありまして、ですが最近だと、人不足や準備にまで手が回らないということで、その文化が消えつつあるということを堺の方たちがとても心配していました。そこをどうにか子どもたちに伝えられたらなと思っています。あと堺には古民家や田畑がたくさんあって、昔ながらの街並みだったり豊かな自然だったりというのが魅力だと堺の方たちがおっしゃっていたので、そこもぜひ伝えていきたいと思います。こちらが実際にデイサンで訪れた東福寺、また蓮の畑だったりですね、他にもたくさん訪れたのですが、今回は抜粋してこの2つを紹介させていただきます。で、そもそもなんで私たちが絵本で伝えようと思ったのか、それはですね、皆さん、大人になってから子どもの時に読んだ絵本を時々ふって思い出すことはありませんかね。そういうふとした思い出の中に自分の街をテーマにした絵本があったらとても素敵だなと思って、このプロジェクトを提案しました。あと私たちメンバーですが、筑波大で芸術専門学群で学んでいる学生や、作家さんが実際にいらっしゃるので、絵本作りに踏み切ることができました。実際にシナリオ案で今考えているところでは、堺の古民家に住む男の子を主人公にして、その男の子が、お使いで街の中を歩く際に人の温かさだったり豊かな自然だったりに触れ合って、で堺の伝統を描いていけたらいいなと思っています。堺の魅力を些細な、自然だったり人の温かさだったりをキュッと詰め込んだ絵本にしていきたいと思います。はい、これで堺の素敵な絵本が出来上がったところで、実際に街歩きイベントを行うんですが、絵本に出てきたスポットを実際に探索して、その探索中のワクワクした体験も含めて思い出として子どもたちに体験してもらいたいと思っています。今のところ出ている案が、3つ候補案がありまして、商店街を探索、あと内菓子体験を行うこと、あとやぶさめの弓矢を作ることの3つを考えています。これらはどれも活性化協議会の勉強会で出たアイデアなので、堺の方々にも積極的に取り組んでいただけるのではないかなと思っています。ゴールは、古民家に設定しています。そこに地域の方々を招いて、絵本の読み聞かせを行ったりとか、絵本に実際に子どもたちが体験して思ったことを書き込んでもらったりだとかで、地域の方とのコミュニケーションを促進していきたいと考えています。ただこのあたりはちょっとコロナの関係でどうなるかわからないので、まだ未定な部分が多いです。やることは盛りだくさんですが、これらの活動を全部一貫して子どもたちに文化をより身近に感じてもらおうという考えのもとを行っていきます。で、デイサンの際に活性化協議会会長のお話を伺いまして、とても熱い思いがありましたので少し紹介させていただきます。飯島会長にお話を伺いました。飯島会長はですね、先ほど申し上げた通り、祭りの文化が少し消えかかっているということをとても危惧していて、これがいるうちに伝承しなければなというふうにおっしゃっていました。最後にですね、今後の方針を説明させていただきます。少し図が小さいのですが、今まで話したプロジェクトの
内容を8月から12月にかけて行っていきます。で、12月あたりになりましたら、フライヤーやポスター、実際に絵本を印刷したりして、でこれのチラシなどを小学校や保育園、幼稚園に配布することで宣伝活動、子どもたちへ宣伝活動として呼びかけていきます。で、町の方々への宣伝活動ですが、あまりチラシなどでは大々的に行わず、8月から12月までの私たちが実際に社会に街を運んでインタビューしたりなどの体験をそのまま、宣伝として使えたらなと思っています。そして2月に街歩きイベントが行って、このプロジェクトは終了となります。今後、さらに2年後、3年後続けていくために必要なのは、子どもたちが楽しかったという声です。そのためにはイベントにとてもたくさんお金をかけて魅力的なイベントにしていけたらなと思っています。その他に保育園、幼稚園の施設などに絵本を頒布したり、希望者の方へ絵本を販売することで今後の資金を賄っていけたらと考えています。以上です。はい、発表ありがとうございました。はい、楽しくするために予算をジャブジャブ使いたいというコメントもありました、審査員の皆様から質問コメントぜひよろしくお願いいたします。西野先生お願いいたします。はい、ありがとうございます。あの出てきた絵とかは少し絵本のイメージ、そうですね、絵本のイメージで実際にうちのチームの岩渕さんが描いてくださったものです。はい、これとかですね、このおみこしとかですね。はい、で、今絵本と呼んでるものなんですけども、こちらでは500円で、販売するような、まあ、今のところ50円とかって書いてあるんですけど、私 の、 まあ、コメントとしてはちゃんと ISBN を取って出版物として持っておくのがいいのではないかなとちょっと思いながら聞いてたんですね。はい、まあ、そうするとその、販売するのかテイクアウトするのかとかいろいろ考えることは出てくるかもしれませんけど、なんか一時的な印刷物を作って、しかもそれ困るのではなくて500円で買ってもらうっていう時にちょっと印刷物なのか本当に本なのかっていうふうなところをもうちょっと検討したらどうかなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ検討していただくということで、はい、堀田さんお願いいたします。はい、発表ありがとうございました。もうね、皆さんの対象が良くないですね。堀田さん、ちょっと声大きめですいません、お願いします。はい、ね、このメンバーの皆さん出ないとできないプロジェクトっていうのがね、とてもこういう視点として面白いなというのがありました。私もなんかこうお話ししてこの絵本の完成度もこう気になるなと思いますけれども、この忠夫君が絵本の結論としてどんな風になってもらえるといいのかというのですね、もしも今決まっていたら教えてほしいのと、まあ、もしダメなんですね、いや、太田さんそれ買ってくださいって言うんであれば買いますのでそうですね、シナリオの案としては今ここに書いてある通り、どうなってほしいというよりは、堺に今実際に住んでる子どもたちの等身大として忠夫君を登場してもらってたくさん体験をしてもらうということを考えているのですが、そうですね、買っていただければでも一つこれ今回子どもたちを巻き込んでるのって、その地域に住んでる子どもたちに堺地域の良さを認識してもらいたいというのがあるんです。だからその街歩きというか、その絵本を見ながら街探検をすることによって、自分たちの住んでる地域に誇りを持って、自分の地域に愛着を持って、ちゃんと大人になってからもずっと堺地域を良くしていくような人になってほしいと思っているので、その体験1回で終わらない、自分の地域に誇りを持つというところにつなげていくことがこのプロジェクトの大きな隠れ目標です。そうすると、ね、先ほど先生がおっしゃってくださるように ISBN を取って正規な出版物みたいな感じになると、世の中が今度この地域に行ってみたいなストーリーとかあるんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それ以上は有料です。はい、あと1分強ございます。もしコメントをあればお願いいたします。はい、すみません、お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。最後の1分に私この本なんですけど、僕はやっぱりすごくいいことだなと、筑波大の芸術があるっていうことが強みだし、ぜひそういったところでいい絵本ができるといいなと思ったんですけど、筑波大と吉武慎介か、有名な
絵本作家も今や出てきてるわけなんだけど、なんか全く新しい絵本の切り口っていうのはちょっと考えられないかなと思ったんですけど、どうでしょうかね。専門家が書くんじゃなくて、子供が絵本書いちゃうとか、子供が書いた絵がどっかにちゃんとあると、まあ、僕は前のつくばすの時、脇にこう模様が前後ろにもわけのわかんない動物がありましたけど、あれ子供が描いた絵なんですよね。だからそういうのって結構ちょっとしたところに突然そういうわけのわかんないのが出てくると面白いなと思うし、子供の目で見た地域っていうものの風景が絵本という形になってうまく編集されて、それが一般書籍としてまあ社会的に出ていくっていうことのなんかこう新しい流れみたいなのを社会で作ってくれたらいいかなというふうに思いました。で、まあ、ちょっとだけなんですけど、私がやっぱり昔関わった溜まり村っていうのは大分市ですけど、滝平次郎の生まれたところなんですね。滝平次郎のもちもちの北とか、花咲山とかいっぱい有名なひばりの屋とかあるんだけど、全部風景がね残ってるんですよね、滝平次郎の絵本の風景が。だからこの絵本を見た時に、あ、ここだってこう発見する面白みだみたいなものがあるし、そういったためにはすぐ発見できない難しい、なかなか一致しないけど、あ、これだったんだっていうのが分かると面白いとかね、そういう謎解き のコンテンツもいいと思うんですよね。いろいろなんかこう工夫していってほしいなと。なんか好評みたいになっちゃってすみません、これは次の時にやらなきゃいけない。どうでしょうか、全く新しい本の形みたいなのちょっとチャレンジしてくれませんかね。そうですね、子どもたちに実際に書いてもらうっていうのはとてもすごい素敵な絵本につながると思うので、ぜひ検討してみます。ありがとうございます。はい、ということで以上にしたいと思います。発表ありがとうございました。はい、いよいよ最後ですね、高見原の発表です。はい、上原の発表終わりましたら、審査員の4名の方は、審査に入っていただきまして、こちらでは、はい、休憩の後ですけれども、R8 の先輩ですね、はい、橋永さんのトークというふうに移ってまいります。はい、はい、機材チェック中ですかね。はい、堀田さんだけ何か嫌われてる感じがありますけど、ちょっと一回喋ってみます。あ、大丈夫いいですか。大丈夫そう、 OK。はい、それでは最後高見原の準備ができ次第始めてまいります。はい、発表前に審査員に媚び打ったのは初めてですね。はい、いいですね、最後って感じがしますね。はい、大丈夫ですか。皆さんも審査員の4名の方に賄賂を送るんなら今のうちですけれども、はい、ダメです、ダメです。はい、準備してください。はい、5分発表、5分質疑応答です。4分経ったら1回鐘を鳴らします。5分経ったら鐘2回鳴らしますが、無理やり止めたりはしません。ただ質問時間が短くなります。はい、大丈夫ですかね。最後のチームになりますので、皆さんも発表しっかりと聞いてあげていただければというふうに思います。はい、お、じゃがりこだけが映り続けますね。はい、はい、ちょっと機材のチェックということで、時間としてはね、今ほぼほぼオンタイムで進んでおります。この発表が終わったら55分過ぎになるかな、55分から16時まで休憩をとって、16時から、はい、トークセッションというふうに移っていきます。はい、順調ですかね。はい、それでは発表を始めていきますか。大丈夫ですかね、落ち着きましたか。大丈夫、なんかフォーメーションがありますか。はい、それでは最後8チーム目の発表です。チーム高見原、よろしくお願いいたします。お願いします。私は筑波市で7年間子ども向けの食育教室というのをやってきました。でもそもそも教室に来ない、
食に興味がないご家庭に育つ子どもたちにも何とか食育を届けたいなと思ってきました。つくば市のすべての子どもたちに安心して育つ町にしたい。今回私たちチーム高見原はこちら、地域のつながりと防災力を高めるキッチンカーの子ども食堂プロジェクトをご提案いたします。キッチンカーの移動式子ども食堂についてご説明いたします。埼玉県熊谷市で2019年よりスタートした子どもの貧困対策プロジェクトです。子どもたちのもとにこちらから赴く子ども食堂という斬新な活動がマスコミにも注目され、今全国に広がりつつあります。助ける人を増やすことで困りごとを減らす、そんなコンセプトで運営をされております。キッチンカーはプロの事業者に委託するため、衛生面でも安心なおいしいご飯を子どもたちに無料で提供いたします。1回の活動には3万円から5万円が必要ですけれども、こちらは SDGs や地域貢献に興味がある企業様にスポンサーになっていただき賄っております。ここに私は筑波ならではの取り組みとして大学生に運営に関わっていただきたいと思っています。今回高見原でのフィールドワークの結果、このような地域のメインプレイヤーの不足、若い世代との交流など課題が見えてまいりました。そこで私たちは子どもを見守る地域の目を増やしながら課題解決ができると考えました。具体的には高見原の安全を守る消防団の方と共同し、住民の方々が中心となって継続して地域を盛り上げる仕組みを作ってまいります。消防車を活用した子ども向けイベントなど消防団の企画を同時開催することで、子どもと一緒に地域の防災意識の向上を、つなげていきます。また移動式子ども食堂を拠点とした交流の活性化を図ります。参加者を対象にアンケートを実施し、住民の皆様のニーズを分析しながら世代を超えた地域交流の場になるよう企画をブラッシュアップしていきます。さらに家庭環境による子どもの体験格差を解消します。意欲ある大学生を募集し、若い力を大人がサポートする形で企画を実行します。スポンサー企業様との連携も考えています。楽しい企画で子どもたちが継続して足を運びやすくします。ここでチーム高見原の中でも企画を募集したところ、たくさんのアイデアが出ました。すぐに実行できるメンバーが集まっておりますので、どれもすぐ実現可能です。これから準備を進め、まず12月までに2回開催いたします。予算に応じて3回目を開催することによって継続開催のきっかけを作っていきたいと思っております。移動式子ども食堂から町の宝である子どもたちを安全に育てられる環境を作っていきます。情報発信につきましては、市の広報誌や私の教室のホームページなど、またつくすまアプリなどを活用させていただければと考えております。ぜひ皆様もこの機会にぜひつくすまアプリ登録をお勧めいたします。はい、で今回実は高見原消防団とのご縁を作ってくれたのはこちらの大学2年生の原さんです。原さんの強い思い、あと若い力が今回の企画の大きな一歩を踏み出させてくれました。では今回の企画の立役者である原さんに最後にマイクを渡したいと思います。大学生の熱い思い、地域を良くしたいという思いをぜひ皆さんお聞きください。先ほどの音を楽しんでチーム高見原の原と申します。私はチーム高見原の皆さんや4丁目の会長鈴木さんのサポートのおかげで思い切り活動できる状態というか環境をいただいております。本当に皆さんサポート上手なんです。これから消防団の方をはじめとしてつながりの場を作りたいという意欲がある方をどんどん巻き込んで高見原をもっと盛り上げていきたいと思っています。ぜひご協力をよろしくお願いいたします。私たちは高見原を私たちはチームで高見原を応援します。はい、ありがとうございます。スペシャルゲストにも来ていただきました。ありがとうございます。それでは、審査員の皆様から質問コメントいただければというふうに思います。はい、西野先生お願いいたします。
チームワークがいいっていうのはすごく伝わりました。キッチンカーが目玉っていうかにもなるっていうこともわかるんですけども、一方でこう挙げられたカードにいろいろできそうな企画がありましたね。これは2回の企画の中にこう設定されていくのか、あるいは今後なのか、それから予算がもちろんつくことを祈っておりますが、例えば3回目はそういうのをメインにやるとか、あるいはスポンサー企業を探して3回目のスポンサーにはなってもらうとか、いろいろ考えられるかなと思ったんですけども、まず皆さんのアイデアはどこで生かされるのか教えてください。はい、ありがとうございます。キッチンカーを買うときにどうしてもこう順番待ちの列ができてしまったりっていう現状があります。でその時にブースがいくつかあるので、待っている時間に子どもたちが好きなところに行ってその体験をしながら待つですとか、あとおっしゃる通りですの3回目じゃあどうやってやっていくのかっていうのは、やはり予算の関係でですね、ぜひたくさんの企画をやらせていただきたいと思っておりますので、はい、それによってみんなそれぞれがブースを出展するというふうにイメージをしております。1回目からこちらは体験企画も一緒にやらせていただこうと思っております。はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。他に質問お願いいたします。江本さん、世代も全然違うのに仲がいいチームなんだなと思いました素晴らしいことだと思います。私も防災ってつまりご近所付き合いってことだと思うので、消防団と連携されるというのは素晴らしいなと思いました。気になっているのが、その子ども食堂という企画名を掲げるんですか。はい、その時に今って子ども食堂いっぱいあると思うので、その地域の人がどう思われるかわからないんですけど、子ども食堂に行っている子どもとそうじゃない子どもみたいなのってなんか見えない線があったりとかってするような印象があるんですけど、そのあたりでどう考えられてるんでしょうか。今おっしゃっていただきましたように、一般的な子ども食堂のイメージっていうのは自分が利用していいのかなってちょっとこうためらってしまうようなところは今まであったと思います。なので今回はですね、子ども食堂として無料で提供させていただくんですけれども、じゃあ誰でも来てその地域の子どもたちみんなで誘い合って、なんか楽しい食イベントあるんだってって言って出てきてもらうような、そのきっかけを作りたいなと考えております。なんかもっと楽しそうな名前にしちゃってもいいんじゃないかなというのが、率直な感想です。あとは、ちょっと気になったのが、すごい意欲のある学生の方がいらっしゃるというのは分かったんですけど、結構大学生って忙しいと思っていて、そのちょっと言い方悪いんですけど無償の労働力だと学生のことを捉えているのなら、それはちょっと違うのかなと思ったんですけど、そのあたりはどうなんですか。の立場から申し上げていただきますと、今なかなかコロナ禍だったりで、このような活動をできる場所がとても少ないです。そのためそこで企業さんとの連携も兼ねて、大学の外でそのフィールドワークとしてできる活動としてを、人生以外のメリットがたくさんあるよっていうことをしていく。はい、そちらをもっとして押しながら、そしたら本当に自分からいろいろボランティア活動をしたいという方もたくさんいらっしゃると思いますので、その方にアプローチをかけていただきたいと思っています。はい、頑張ってください。はい、あと1分弱です。太田さんお願いいたします。このね、素敵な事業だなと思って私も聞いていて、私も詳しくは知らないですけど、もしかしたら高木さんだなというような地域課題もあってのこの企画なのかなと思って聞いたんですけれども、事業の継続にあたっては、ご紹介になったスポンサーをネットをどう安定的にこう開拓していくかというのが課題なのかなと思っています。営業力の高そうな皆さんの名前心配しないですが、スポンサー獲得するためのケースとか考えていただきましたので、はい、まず実際に今埼玉でやっている NPO の本部から、資金については所属する場合は提供するという策約をまずいただいているということと、
筑波のロータリークラブさんと今つながりがありまして、ともこの計画が実際に決まった場合、企画側などをちょっと抱かせていただけるようにということで話はいたしております。実際埼玉でそのスポンサー企業が足りなくてできないということが今の今まではちょっとなくて、やはりその SDGs、ESG とか地域貢献というところで企業様にアタックをしていきたいなと、はい、そういうふうに考えています。はい、はい、ありがとうございます。ということで以上で時間になりましたので、チーム高見原以上とさせていただきます。発表ありがとうございました。はい、ということで、8チーム発表いただきました。皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様です。はい、今から、ドキドキワクワクですね、審査に移ってまいります。ですので、審査員の皆様はご移動いただいて30分ほどですかね、はい、審査結果を審査していただきたいというふうに思います。で、会場としてはこの後16時までちょっと短いんですけれども、3分強ほど休憩にしてトークセッションをお届けしてまいります。で、30分終わったらそのままですね、結果発表および公表へと移ってまいります。公表に関しましては、まあ、ちょっと先の話でありますが、江本さん、堀田さん、蓮見先生、西野先生、そして五十嵐市長という順番で、いただこうというふうに思っておりますので、皆様、お楽しみにお待ちください。審査の一つは、残念なチームが、あったらちょっと申し訳ないけどもっていうことも、審査の対象だったんですけれども、そういう、実施できない不採択になるというチームはもちろんありません。すべてのチームに、思いと、ね、アイデアと、それから地域の方と一緒にこの後実行していただきたいということで、まず、その点は全て採択ということでございます。そして、さらにですね、追加の10万円の予算をお付けして、優秀賞として、より積極的に活動していただくチーム、審査員大変辛い難しい審査だったんですけれども、2チームを決めさせていただきましたので発表をいたします。はい、2つのチームですが、1つは、矢田部の伊賀テックチームです。はい、ありがとうございます。それでは、優秀賞を受賞された2チームには、表彰を先にさせていただく流れで合ってますかね。大丈夫かな。全チーム表彰する。全チーム表彰する。OK。全チーム表彰する。OK。どの順番でいったらいいですかね。まずは、優秀賞からいきますか。優秀賞からいきましょうか。はい、じゃあ、まあ、表示されている順で、消えたけど、小田ですかね。はい、小田は最優秀賞だったんで、はい、小田からいきましょうか。小田は、じゃない、小田は最優秀賞で、優秀賞っていうのは採択の方から、 OK、 じゃあ小田と矢田部以外から表彰する感じですかね。 OK です。そしたら発表順でいきましょうか。大曽根義沼、飛んで、東条、上郷、栄、高見原。あ、決まってる。うん、それでいく。OK、僕呼んでいいですか。お願いします。北条アートワークさん、はい、令和4年度筑波アーレートアイディアソン実証事業採択決定書、北条アートワークでの記念のプランは、令和4年度筑波アーレートアイディアソンにおいて筑波市周辺市街地の活性化に寄与するものであると評価されました。ここに採択を決定し、今後の実証事業の展開に期待するものであります。令和4年7月30日、筑波市長、五十嵐市長と、はい、おめでとうございます。ぜひ、参加してください。はい。5、
はい、つくばアールエイトアイディアソン実証事業採択決定書5大曽根どの以下同じです。ぜひ楽しみに。クリーンアップ吉沼。はい、つくば R8 アイデアソン実証事業採択決定書クリーンアップ吉沼どの以下です。生きている食べ物店どの以下同じです。楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、酒井。実証事業採択決定書栄本どの同じです。楽しみにしてます。はい、高見原。R8 アイディアソン実証事業採択決定書チーム上原と同じです。子供連れていただきます。お待ちしております。実証事業採択決定書優秀賞小田から子育て応援隊どの、全部4個になってますので、記念のプランは令和4年度つくば R8 アイデアソンにおいてつくば市周辺市街地の活性化に寄与する優秀かつ洗練されたものでだと評価されました。ここに採択を決定し、今後の実証事業の展開に期待するものであります。令和4年7月30日つくば市長五十嵐と、はい、とても楽しみにしています。はい、はい、では矢田部ですね。令和4年度つくば R8 アイディアソン実証事業採択決定書優秀賞伊賀テックとが同じでございます。ぜひ楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、ということで一旦表彰は以上とさせていただきます。まずは全チーム、ね、採択ということでおめでとうございます。このチーム、
疲れ様でした。詳細まで本当に堺の魅力を詰めたプロジェクトだなと聞いていて思いました。ちょっと審査員でも話してたんですけど、やっぱりしっかり出版はしてほしいなということを思っています。なんていうか大人になってもあると思うんですけど、読んだ本の風景に出会う喜びっていうのはあると思っていて、でそういうものを作れる企画だと思うので、ぜひしっかり頑張っていただけたらなと思います。そして紙語、生きている食べ物展なんですけど、これは切り口が食育というと考えると普通なんですけど、生きている食べ物というワーディングが本当に変だと思うんですね。でこれって本当になんていうか、私は出身が関西なんですけど、あんまり地域を面白く見ようっていうプロジェクトって本当にこの辺りって少ないなって嘆いていたところで、そういうセンスが光っているプロジェクトなんじゃないかなと思いました。国語さんとかすごいしっかりした地元の方の後ろ盾があると思うので、中心市街地と結びつけたいという一文も見ましたので、そういうところもしっかりやってもらえたらすごく嬉しいです。頑張ってください。あとは、全体として皆さん採択されているということで、こんななんていうんですかね、こんなクオリティのものを皆さんが作ってくれてるっていうのはマッツ思ってなかったっていうのが大前提で、全てのプロジェクトが素晴らしいですし、この規模感でこんなに温かなイベントっていうのはなかなかないと思います。皆様本当にこれがご縁だと思うので、 R8 だったり各競技会とかその違うチームとかとの交流も含めて楽しんでもらえたらなと思います。本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。それでは引き続き八田さんからお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。あれですね、考えてみると6月からだからまだ2ヶ月経ってないんですよね。はい、それでね、皆さんここまでの形に、ね、持っていただけるなんて想像以上の皆さんの今日発表を聞いて、私正直感動しています。はい、ありがとうございます。で私からですね、小田から子育て応援隊 と、クリーンアップ吉野間さんについてお話しさせてもらえればと思うんですけれども、まずね、小田から子育て応援隊さん、改めておめでとうございます。はい、先ほどね、優秀賞の症状にもありました、洗練されている、やはりこう、ね、このプランであったっていうのが、まあ、我々こう審査員 の心を打ってくれたのかなというふうに思っています。ね、この方も小田から子育て応援隊さんのこう事業の肝ってね、小田で生産拠点がうまくこう見つかるかどうか、ね、この先 の、ね、ポイントそこかなと思ってますので、ぜひまあ、今のところなかなか難しそうでありますけれども、諦めずにそういった場所が、ね、見つけられてかどうか探索もしてもらえたらなというふうに思ってますし、つくばって本当にこう中心市街地は子育て世代がたくさんいるので、うまく、ね、そういった方々をこう巻き込めるような、小田に引っ張り込めるような取り組みをしていってもらえたらなというふうに思っています。で、クリーンアップ、吉沼さんなんですけれども、ゴミの問題って、ね、全地域共通ですよね。で我々ってやっぱりこう普段見慣れてる光景だと意識を持っている人にとってはゴミ問題って大きな課題なんですけど、見慣れてる人にとってはもう当たり前になっちゃってるから問題って思ってないっていうところが問題なんですよね。なのでやっぱりこう吉野間であればその小学校の子どもたちとかにいかに最初は面白く、でもその後ね、徐々にこうそのゴミ問題の危機感というか大事さをこう植え付けていくかっていう、その気持ちの持ってき方が多分このプロジェクトがうまくいくかどうかの鍵かなと思ってますので、こう楽しみの要素も入れながら、でもね、ゴミ問題って重要だよねっていうですね、こう両睨み のプレゼンテーションというか見せ方を学校の先生だったり子どもたちに見せてもらえたらなというふうに思っています。あと、ごめんなさい、まだ時間ありますかね、20秒だけ。はい、今後ですね、皆さんがプロジェクトを進めていくにあたってですね、一つだけこう難しいなと思うのが、ね、2ヶ月間でここまで出来上がったチームなんですけれども、具体的にこう実践していくと多分みんなでこう認識の違いとか、あれこんなはずじゃなかったっていうですね、トラブルが、ね、起きる可能性ありますよね。ぜひそこ乗り越えてください。その時はね、本当は改めて自分たちのチーム の目的に立ち返っていただいて、ね、共通の目的に向かって進めていくチームなんだっていうのを、ね、認識確認していただいて、ぜひ形に、ね、していってほしいなというふうに思ってます。すみません、長くなりました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、引き続き、鈴木先生からお願いいたします。チーム高見原とウガテックについて公表させていただきます。まず
何かと堀田さんがいるとあのマイクに絡まれる。これ僕は人のせいにしてない。それではまず高見原の方ですかね。あの高見原の地域のつながりと防災力を高めるキッチンカー子ども食堂プロジェクト。まあ、私がこれ発表を聞いて最初に非常にこう感銘を受けたのは防災力という言葉が入ってるってところがすごいなと思いました。で地域のつながりという意味ではやっぱり町づくりを担う若手プレイヤーの不足という、 こう非常に切実な地域の課題というものもあると。それを何とかしたいなということで出てきたのがキッチンカーっていうアイディアだったのかなというふうに思うんですね。でまさにこのプロジェクトっていうのは高齢化する地域をみんなで元気にしていこうという大きな目的があるというふうに思います。と同時に行政でも企業でもできないけどとても私たちの社会にとって必要かつ大切なことがあると、それをどうしたらいいかって言って考えてた時に住民でもできることは積極的にやっていこうという方向だと思うんですよね。そういった意味では非常にその、基本的な目的目標とよく合っている課題なのではないかなというふうに思いました。まあ、質疑応答でもいろいろあったんですけども、まあ、子ども食堂という言葉が出てきましたけど、まあ、一つの規制概念として、今子どもたち の, 貧困と食の問題というのは大きいと、もう SDGs でも 1番と2番ですからね、食と貧困というかね、そう飢餓、そういったことをどうするか、実は日本は世界でもトップクラスの子どもたちの貧困度合いなんですよね。そこをなんとかしようということで生まれてきた一つの取り組みが子ども食堂だというふうに私は思うんですけども、まあ、ただ、それだけじゃなくて私たちの社会でもう一つ抱えている食品ロスの問題ってのがありますよね。まあ、食べないで捨てちゃう食べ物がやたら多いというところと食べないで困っている子どもたちが多い、それだけじゃなくてまた私事で言いますけど食べるのに苦労している年寄りも多いということでみんなでなんとかやりくりしてみんながハッピーになるようなことをしましょうねって言ったときに、まあなんか一つの目的に沿った一つの解決策ではなくてみんなひっくるめて一つのなんか交流の広場を作ってそこでいろいろ皆さんで知恵を出したり残ってる食べ物を出し合ったりなんかしながら、よかったねっていうような場を作っていくってことではとてもいいことではないかな。それと同時に私たちの現代社会ではみんなが集まる場がない、あるいは昔夏祭りとかいろいろあった交流の場、興行の場もないと、紙芝居も来ないしサーカスも来ないみたいな感じでみんな家にこもってるわけですね。そういう中でこういう場作りっていうのはぜひこれから の, 非常に大事な課題なので高見原で率先して雇ってほしいなというふうに思います。すげえ長い講評になっちゃったもう一つあるんだ。はい、お願いします。まあこれはね大丈夫です、時間使っていいので、はい、まあ、お願いします。私がこれ一言言いたいのはまた矢田部かみたいな感じでなんか矢田部はこう強いなと必ず獲得していくという強さがあるなということなんだけど、まあ、今までの伊賀七沢と違う何か非常に新しい取り組みですよね。まあ、一つは何かっていうと筑波大学、筑波工科大学というような若い人たちの活動人口を地域づくりに生かしていこうというところですかね。まあ、住民でもうなんとなくこうどうしようどうしようって言ってんじゃなくてどんどん町で活動してくれる若い人たちを呼び込んでいこうっていう、こういうところがやっぱりとても気持ちがいいという感じがしました。それから筑波の科学技術を地域に還元する、まあ、伊賀七という昔のシンボルも生かしつつ
サイエンスシティつくばというものを象徴する活動でもあるということでは、つくばらしさをアピールするという点で非常にいいのではないかなというふうに思いました。そしてまあ、これからですね、特に地域の人たちとそういう活動人口との、まあ、非常にこう、いい関係づくりということが一つの課題になっていくんじゃないかなというふうに思いますので、みんなで仲良く楽しい屋台づくりを進めていっていただければいいかなというふうに思います。こっちはなんか簡単に終わっちゃったの。またやたれだから、またやたれだからこれくらいでいいですよね。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは最後に先生からお願いいたします。はい、それでは私は郷大曽根と校長アスワークにコメントさせていただいて。